どうも、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもご視聴ありがとうございます。ボルケーのみやびです。今回はディッシャーについての動画になります。やっと実装されたディッシャーがあまりにも弱すぎて、公式のツイッターでもちょっと荒れているので、なぜディッシャーがこんだけ弱いと騒がっているのか、ディッシャーの弱いところを解説していきたいと思います。まず最初に各種ステータスが低い。ダメージ肩狩りのタンク役ということで、 HP が全キャラで一番高い 15,675、 フータオが 15,552 になってますね。で、一番高い数値になってますが、その代わりに攻撃力が266で中間くらいになります。そして防御力が驚異の628、これは放棄キャラや弓キャラと同程度です。ナヒーダよりも低いですね、防御力は。次に役割問題ですね。ダメージ肩代わりのタンクを想定しているのはわかるんですが、ダメージ肩代わりも半分しかできず、ダメージを食らった味方を回復するといったこともできるので、結局ヒーラーが必要になってくるので、枠を圧縮するのではなく枠を圧迫するキャラになってます。ぶっちゃけディシャ入れるならシールドキャラ入れた方がよくねってなります。そして次に通常攻撃問題ですね。サポーターとして活躍してもらいたいのはわかるんですが、通常攻撃の倍率があまりにも低すぎるのも問題だと思います。傭兵として働いてて、普段から体験の訓練をしてるとか言っといて、商人のドリーよりも倍率が低いのはギャグかなんかなんでしょうか。倍率が低すぎて片手剣振ってるのかと錯覚しましたね。3段目も小型の敵を大きくノックバックするのもちょっと使いにくいです。通常攻撃なんて別に振らないからいいだろうって思いますけど、この倍率の低さから通常攻撃特化ビルドにしてフィールドで遊ぶということも苦痛になるレベルですね。次に元素スキルです。リシアは元素スキルフィールド内であれば中断耐性の付与ができますが、9秒間は強力な中断耐性を付与できますが、その効果時間が終わってしまえばフィールド上で合ってないような中断耐性が付与されるだけです。しかも効果時間12秒に対してクールタイムが20秒ととても長く、連発するということもできないのでかなり微妙です。2突すれば18秒と長いことを設置できるようになりますが、2突まで行くのも大変です。元素スキルの使い勝手の悪さはクールタイムの長さだけではありません。ディシアの元素スキルの限られたフィールド内でしか効果を獲得できない点もまた弱いところです。ダメージ肩代わりが微妙ですが、定期的に炎攻撃ができるという利点もありますが、これも 2.5 秒間隔と長いので炎付着薬としても微妙ですし、粒子生成量もめちゃくちゃ少ないのも弱いところになってます。そして次に元素爆発です。ディシアの元素爆発は見た目はすごいかっこいいんですが、自動攻撃になっているので行くわきゲランの元素爆発の追撃が発生することもできず、バフを付与することもできず、一発で高倍率を叩き出すわけでもなく、微妙なダメージをポン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 出していく残念な爆発です。そしてこんだけ残念な要素が揃っているにもかかわらず、チャージ量が70ととても重く、本人の粒子生成量も少ないので全くと言っていいほど元素爆発が回りません。炎キャラ3人で回してもちっともたまりません。打つメリットが薄いにもかかわらず、そもそも打ちにくいのはマジでどうかと思います。一部の敵に対して不利。ディシアの元素スキルなんですが、追撃が発生するのが遺跡重機の場合目の位置で発生してしまい、ディシアの追撃で劣化以下を発生させようとすると上の方で追撃が発生してしまい、劣化以下が発動できないとかいう、これちゃんと調整したのって思いたくなるような現象が起きてます。そしてこんだけ微妙な性能モリモリなので、結果トーマの介護官になってます。ディシアの悪いところを挙げましたが、この問題点を解決してくれるのがトーマになります。シールドも耐久面の問題もありますが、移動の制限もなく粒子生成もしっかりできるし、チャージを盛れば爆発もしっかり回せるし、貫突限定にはなりますが、バフも配れて、炎元素付着も定期的にできて、劣化以下もさせやすくなってます。ディシアを入れた編成いろいろ考えたんですが、結局これトーマでよくねになることがほぼほぼです。向上とはいえ星4キャラの介護官になってるのはやばいと思います。ディシアが弱すぎて相対的にトーマの評価が上がってる始末です。現状自分がディシアの弱いと思ったところは以上になります。ディシアも今後生物で強化される可能性もあると思います。ただ過去にココミが出た時は弱いだなんだ言われてて、回線が出たことによってココミが強化ランになった前例があると思う方もいますが、そもそもココミは付着頻度の高さから元素反応の起点になれるしっかりとした強さがもともとあったので、回線で評価が逆転したわけではないと自分は思ってます。もともと評価されるだけの性能はしっかりと持っていたキャラだったと思います。そもそもディシアは基礎性能が低すぎて、ちょっとやそっとの強い生物が出てもディシアが強くなるのは難しいと思います。それこそディシアが装備したらバフされるみたいな専用生物でも出すくらいしないと厳しいと思いますが、そんな生物が出るなんてことはありえないです。今後シールドに対して面倒な敵が増えたら輝くとは思いますが、ココミの時のようにバージョン1個の間だけみたいな、シールドに対してアクションを起こしてくるシャドウハスクなんかが螺旋に追加されて使用率がちょっと上がると思いますが、
それも一時的なもので根本的にディシアが強くなるわけではありません。今回ディシアの弱さを語っているのでディシアアンチだろって思う方もいると思いますが、そんなことはないです。むしろディシアかなり好きなキャラです。ディシアが発表された時見た目がめっちゃ好みで、長いこと実装楽しみしたのにいざ実装されたら星4以下の性能なのはマジで納得いってないです。限定星5並みに強くしろとは言いませんが、並みの星5キャラくらいの強さにして欲しかったです。工場星5のティナリが限定並みの強さをしているのに新たに追加されたディシアで、これはあんまりにもひどいと思います。今後実装されるキャラがディシアみたいな性能で工場に来るかもしれないって考えるとめちゃくちゃ悩ますし、自分の好きなキャラが外れ枠でネタ扱いされると思うと悲しくなります。工場だから弱くても仕方ないとか言ってないで、しっかりとした調整をしてほしいです。せめてまともに使える性能にしてほしいですね。勝利さんの時みたいに修正されることを願ってますけど、工場キャラということで結構難しいとは思ってますが、ぜひともしっかりとした調整をして強化してほしいです。ここまで長々とご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また配信もやってたりするので聞きたいことなどありましたら配信の方でコメントしてくれれば答えますので、お暇な時に自分が配信してたら見に来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。